今日からしばらく一人ですけども、朝食は今後も続けようかなと思っています。いつもの社債の見え方と違うんで、分かる人は分かるかもしれないですけども、車がいつもと違います。いつも乗ってる車はギアが壊れてしまって、今車庫の中で眠ってます。久々に昨日から一人、うちの家族は割とそうだな、1年の3分の1ぐらいはお互い全くそれぞれ別々の場所でいることがもう例年恒例となってきまして、今回は、娘はもう大学が始まるので関東に戻り、妻も実家のある関東に帰省すると。毎度のごとくいつ帰ってくる、戻ってくるとかっていうことも決めずに、気が向いたら帰ってくるっていう感じでやってます。ハマってんのかな、動けなくなっちゃったのか。ああいう大きいトラック動かすのも大変ですよね。転んでる。家族4人で末っ子の男の子が転ぶなんて最高に幸せなこの1秒間。ルッスの道の駅はやってたんですけど、ほとんど何もなかったです、商品が。まあ野菜が少しあるぐらい。でバルデビーデさんの手作りのパテっていうかバターとか買いたかったんですけど、全てなくて、次いつ入りますかって言ったら、一応なんか冬の間はもう働かないことにしてるらしく、去年年明けるまでは結構物はあったんですけども、それもなんか本当は休みだけど作ってるみたいな立ち位置での納品だったみたいで、パテ類バター類うまくていいんですけど、まあ作り手さんがある意味わがままにやれるのは僕は賛成なので、ある時に買おうと思います。普段、昔はこの車載動画も iPhone 使ってて、最近はずっと GoPro の MAX って言って360度カメラ使ってたんですけど、 iPhone 久しぶりに使ったら何がいいって、このレスポンスの良さ、ちょっとしたものを見かけた時にあっと思って撮ろうと思ったら、 GoPro MAX はボタンを押してから撮影開始になるまでに1、2、3秒、2秒から3秒かかるんですけど、iPhone の場合はカメラさえ立ち上げておけば押した瞬間に録画が再生、開始されるので、このレスポンスの良さはいいですね。相当に久しぶりです。10年ぶりぐらいじゃないかな。中華丼、ご飯半分ぐらいでいいです、はい、中華丼めちゃめちゃ懐かしい味でした。すげえ懐かしかった。中華丼、考えてみれば多分人生で初めて中華丼っていうのをここで食べたと思う。